こんにちは、みほです。今日はマザーズバッグの紹介をしていきたいと思います。私はこのカバンをマザーズバッグとして使ってるんですけど、こんな感じです。最近もう2歳になってきて、あんまり大きい荷物がミルクとかもなくなったし、離乳食もないし、結構もう荷物がコンパクトになってきたので、最近買い替えてこのカバンを使ってます。子供服専門のところでイオンで見つけて、これもイオンイオンのなんか専門店のところで見つけて買ったんですけど、デザインがめちゃくちゃ可愛いなと思って、しかもこういうポケットがあるのがいいなって思ってこれを使ってます。中身がまずここに、ちょっと無理やりやけど、お茶とこのアンパンマンミュージアムで買ったこのサロネット、でこっちに私が1個前に使ってた iPhone を入れてて、これが自分が今使ってる携帯で Wi-Fi を飛ばすみたいな感じで、どうしてもちょっと静かにしててほしいなとか、ちょっと見てられへんなっていう時にこれを見せて乗り越えてます。このちっちゃいポケットには最近のアルコール、お尻拭きが入ってます。お尻拭きと、あとはポケットティッシュも入ってますね。ここに袋、ポリ袋が取り出せるやつをつけてて、なんかおむつ替えた時とか、結構ちっちゃい子と一緒にいると細かいゴミが出るので、それのゴミ袋とかにしてます。中開けたらこんな感じでパンパンなんですけど、まず今日はちょっと遠出、新幹線とかも乗るので暇つぶしができるように、おもちゃのシール帳とこういうおもちゃとか、なんか新幹線で転がりにくいおもちゃを何個かチョイスして入れてます。あとはなんかなくなってもいい安いやつで、こっちがご飯セット、エプロンとかこのストローの中のストローとかが入ってます。使い捨てのエプロンとかも入ってる。で次が細かいおやつたちと、なんか思い通りにご飯の時間にご飯が食べれへんかった時用とかに、あと最近乾燥してやっぱ赤ちゃんもお肌が荒れちゃうから、ワセリン、気がついた時に鼻水の時とかに濡れるように。でここにはおむつも入ってます。最近寒いので春カイロも持ち歩いてます。でその中にちょっと雑やけど、怪我した時用の恐竜の絆創膏も入れてます。お着替え、汚れちゃった時用のこういうオールインワンの着替えがあのかさばらなくて、まあモコモコやからちょっと結構かさばってるけど、バラバラに持ち運ばなくていいので、こういうオールインワンのあったかい服を持っています。あと肌着と。おしまいです。これは絶対にないとダメだなとか、これあったら超助かるみたいな。おもちゃとか結構遊んでてくれるし、あとこういう入れ物に入れといた方が、もうついて移動するよっていう時になくさずに済むからいいかなって思います。なんかやっぱ YouTube だけずっと見せとくのはちょっと気が引けるみたいなところもあるから、おもちゃとかあったら楽しく新幹線2人に乗ってられるかなと思います。はい、以上私のマザーズバッグ紹介でした。よかったら参考にしてみてください。こんにちは、なのかです。実際に私が使っているバッグなんですけど、まずお気に入りポイント、街が広くていろいろ入るんですよ。そこが気に入っていて、こういう形で使うこともできるし、もっと荷物入れた方はこう広げてたくさん中入れられるよっていう作りのバッグになっていて、ママってもう荷物めっちゃ多いから、いろいろ持ってくものあるから、たくさん入るこちらのバッグを私は使っています。で、あの色味ベージュなので、普段ベージュとかブラウンとかそういう系の色を着ることが多いので、馴染みやすい色のバッグっていうのも気に入っていて、早速中身紹介をしていきたいと思うんですけど、今ビビちゃんがですね、もうすぐ8ヶ月になるんですけど、なので離乳食始めてまだ1ヶ月ちょい、2ヶ月ぐらいなんですけど、1日2回になったぐらいなので、いつも出かける前にあげて、で帰ってきてあげるぐらいで全然大丈夫なので、まあ長くお出かけするときは持ってってるんですけど、今はちょっと持ってきてないです。おむつポーチ、クマちゃんがいます。6枚入ってて、あとお尻と、お尻拭きと、まあ、おむつ、うんちとか匂いがすごいので
匂いがしない袋っていうのかな、漏れないように、はい、そういう匂いがしない袋を使ってます。シート、おむつ替えするときに行くシートと、あとガーゼが何枚かこの中には入ってます。次こちら、これもあのおむつポーチとお揃いなんですけど、エステ調ケースです。やっぱりね、いつ何があるかわからないので、保険証とかそういう母子手帳とか持ち歩くようにしてます。日々のお着替え、歯ブラシしちゃったりとか汚れちゃったりとか、何があるかわからないので、何着ぐらい、ちょっと今1着しか入ってないんですけど、うん、2着くらいでも持ってます。1着あったら安心するかなって感じ、うん、はい、2着あったら安心かなって感じです。で、私は母乳なので、こういう隠すやつもいつも持ち歩くようにしてます。これあるとやっぱり便利で、母乳をどうしてもあげられないとき、そういう場合はあのミルクも一応持ち歩くようにしてて、これめっちゃ楽で、あの缶なんですけど、母乳瓶とかあの缶の大きいミルク持ってくと、めっちゃ荷物が大荷物になっちゃうから、これだったらもう作る手間も省けるし、もう常温のままこのままもうすぐにあげられるので、荷物にならないので、これめっちゃおすすめで、明治微笑み楽々ミルク、はい、こちらおすすめです。お気に入りのおもちゃ、結構ぐずっちゃったりとかするので、おもちゃもいつも何か持ってってます。シャブリはちょっと必須かなって感じです。うちの子は基本をつけてる、いや基本はつけてないんですけど、ぐずった時とか泣いちゃってる時は結構おしゃぶりするとやっぱ落ち着くみたいで、どこかお出かけする時は持ってくようにしてますぐらいですかね。冬だからちょっとこれ必要かなっていうものありますか。抱っこひも持ってきてないのでちょっと持ってこなかったんですけど、いつもあの抱っこひも用のブランケット、抱っこひもにこうつけられるブランケットがあって、ニトリの N ウォーム使ってるんですけど、 N ウォームめっちゃあったかいから、そうめちゃめちゃ良くて、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。こんにちは、みーたんです。みーたんのマザーズバッグはこんな感じです。じゃーんこれは買ったとかではなくて、配信中にいつもコスプレをしたりしてるんですけど、そのコスプレについてたあの付録みたいな感じのやつなんですけど、もともと1歳ぐらいまではキューバッグっていう大きめのマザーズバッグを使ってたんですけど、結構洗いづらさとか汚れがなかなか落ちなくって、もうそれはもう捨てちゃって、ちょっと服を買った時についてくるちょっとしたエコバッグとか雑誌とかについてるとか、そういうのもらった時とかにそういうエコバッグをずっと使ってて、今回もこのコスプレについてたエコバッグです。これだったら汚れても捨ててもいいし、使い勝手がいいのでバッグとかにもしまい込んでおけるのでおすすめです。まずはこれも、でもお洋服で買った時についてた袋ザラの袋におむつ5枚ですね。これお尻拭き、このお尻拭きはいつも大量にアマゾンで頼みます。あとお菓子が結構入ってて機嫌悪くなった時に結構お菓子を食べさせながらベビーカーに乗せながら行動するっていうのがいつもいいので、お菓子が大量に入ってます。まだ出てくるみたいな、リンゴジュース、これもリンゴジュース、あとお腹すいたってよく言われるのでランチパックが入ってます。食べ物やばいまたうまい棒とグミがめっちゃだけど好きです。あとこういう袋を今ちょっと1個しか入ってなかったんですけど 2,3 個入れといて、まあ、おむつ入れてこのまま捨てるように入れてます。これはいつもここに入れてるんですけど、ここにあと着替え と iPad は絶対持っていってます。ちょっと落ち着いてくれたりとかするんで、まあ、iPad は絶対入れてて、あとお気に入りのおもちゃ、ちょっとちっちゃめのおもちゃを持たせるか、まあ、入れておいて、あとはおしゃべりを持ってます。チュッチュはまだちょっと卒業できてないんで今はつけてるんですけど、1,2 時間とかだけだったらこんなお菓子とかもこんなに持ち歩かないんですけど今回はちょっとお出かけに行った後だったんでということで、みーたんのマザーズバッグ紹介を終わります。ありがとうございます。こんにちは、ミントです。私が使っているバッグはフェンディのバッグです。
いただき物なんですけど、私が買ったわけじゃなくて、サイズが大きすぎず小さすぎず、マザーズバッグにするにはもうめちゃくちゃちょうどいいサイズなんですよ。これはちょっと後輩の女の子がくれましたね。可愛いのでつけました。まずですね、こちらおむつとお尻拭きがこのポーチの中に入ってます。5枚ぐらい、おむつを5枚ぐらいとお尻拭き、あと袋ですね。おむつ替え台のところに汚れないように拭くシートみたいなのも入れてます。お水とあと水筒にお湯を入れてます。これは哺乳瓶のミルクの調乳をする、調乳っていうのかな、調温するときに使ってます。おもちゃ1個絶対持って歩いてます。哺乳瓶と、哺乳瓶1個、私は1個しか持ち歩かなくて、理由としてこれすっごい使ってるんですけど、哺乳瓶をね汚さなくてもこの1個だけ持ち歩けば、これを付け替えるだけで綺麗な状態の哺乳瓶を使えるっていう。洗わなくていいってこと？そうです。使い切りの清潔の、使い捨てのすごく清潔に使えるやつを使っていて、であとは乳首、この哺乳瓶のこの上の口をつける部分だけは汚いので、これを変える時に一緒にこの乳首だけを持ち歩いて付け替えてっていう感じですね。あと粉ミルクはこういう風にあの袋が売ってるんですけど、あの家で粉ミルクをここに入れてお湯注ぐみたいな、簡単ですね、使い捨てですね、素敵です画期的ですね。はい、あとこういうおせんべい、最近ねお菓子をよく食べさせるので、こういう風に何個か持ち歩いてます。で、あとガーゼですね、ミルクあげるときに使うガーゼ。あとはここに娘の着替えと肌着とスタイの替えをこの中に入れてます。財布と自分の携帯をこの中に入れて、このバッグは完成してます。こんな感じです。ということで、私たちのマザーズバッグ紹介でした。今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。